が定目になりましたので、5月の定例記者会見を始めたいと思います。よろしくお願いします。はい、ご苦労さんです。定例記者会見を始めたいと思います。今日はこちらからは4点ほどお知らせをしておきたいと思います。まず最初にディオッサ出雲のホームゲームの開催とディオッサ12会員の募集ということで、先月だね、今月か、6月12日第5戦をホームで浜山で開催しまして、その時は 7-0 の大勝ということで、中国リーグ開幕以来5連勝負けなしということでございますが、次の第6戦目が7月の17日、日曜日1時半キックオフで、同じく浜山公園陸上競技場で、開催されます。相手は広島文教女子大学の附属高校、今リーグ3位ということで、ありますが、そういうことのお試合がございます。当日は午前中11時から別のリーグ戦が行われますし、それから競技場のない内外でそれぞれイベント企画がありまして、県立出雲商業高校のダンス部の皆さんが練習を兼ねてダンスを披露する、それから島根っ子がチームの激励に来るということでございます。それからディオッサ出雲 FC を支援する会、通称ディオッサ12という会員募集というのをやっておりますが、なかなか想定通りに集まってないのが現状ですが、こうした皆さんの支援をまた改めてお願いしたいということでございます。もともと出雲市民がこぞって応援できるようなチームに育てようということで取り組んでいる事業の一つでもありますし、ぜひまたいろんな形で取り上げていただけたらと思います。それから2点目が、もう22回目になりますけれども、出雲総合芸術文化祭の後半のところですけれども、今年も各種イベント催し多数企画しております。でその中で主なものを皆さんのお手元にお配りしておりますが、8点ほど書いておりますけれども、それぞれ、ぜひ、今の形でまた取り上げていただけたらと思います。また多くの皆さんが芸術文化に触れる機会ということで、一人でも多くの皆さんにまた鑑賞していただけたらと思っています。人形劇団プーク、ピンクのドラゴンという、これを子どもたちに人形劇ということでございますけど、7月3日午前午後と2回公演ということです。それから出雲フィルハーモニー交響楽団の20回目の定期演奏会、これが7月18日2時から出雲市民会館の方で行われます。それから9月の10日、少し先の話ですけれども、25回目となります、出雲ドームの2000人の吹奏楽、これが開催されますが、今年のゲストは天理教皇学園高等学校マーチングバンド、大変な実力校でありまして、素晴らしいまた演奏が期待できるんじゃないかと思っております。また例年のように市内外の保育所園児から高校生までの踊る、マーチングバンドの主題イベントということでございます。それから27回目を飾ります出雲奥に歌舞伎座、歌舞伎の松竹大歌舞伎、これが10月の16日、これも出雲市民会館で霧の部夜の部の2回公演、市川猿之助と、役者が揃って、これもかなり
会の高いというものでございまして、ぜひご来場いただきたいと思っております。それから5番目が家入レオ、これ皆さんご存知かどうか私も実はあんまり分からないんですけど、若い人たちに大変な人気があってテレビドラマの主題歌等で人気がありますが、この公演をコンサートを市民会館で10月22日、これはおそらく多くの若い皆さんがお越しいただけるんじゃないかと思います。まあその他裏面の方にもいろいろ書いてありますけれども、こういった芸術文化祭、盛りだくさんの企画で、今年も展開いたしますので、ぜひ見ていただきたいと思います。パンフレットと資料はついておりますので、ご覧いただけたらと思います。それから3点目が、もういよいよ来月に始まりますが、高校総体、28年度の高校総体の柔道競技、これが7月30日から8月3日まで神アリーナを司会で会場に繰り広げられますが、まあ、これにはまた地元の高校生諸君、多くの皆さんが参加するようになっております。この資料の中にも市内の高校生、参加する高校生の皆さんを紹介しておりますが、男子の団体の部では平田高等学校、そして個人の方では平田高校と出雲工業の選手がそれぞれ参加する。で、女子の方では、平田高校が県予選をトップ通過して、参加いたします。そして個人の方もですね、それぞれ平田高校、出雲西高校の選手がそれぞれの階級で参加いたします。黒崎選手は全国選手権で準優勝という実績がありますし、佐々木千恵さん、彼女も全国選手権で第3位と、かつて国際大会にも優勝した経験のある実力者です。彼らの活躍に期待をするところですが、その次のページには、出雲市以外の島根県からの出場選手高校を紹介しております。開成、明成がそれぞれ男女、そして個人それぞれ多くの皆さんが参加いたしますが、この大会期間中、まあ、大体1日約3500人ぐらいの来場者があるということで、まあ、延べ1万7500人というお客さん、選手、監督、応援、観覧、競技役員と含みますと、多くの皆さんがいたこの出雲にお越しいただくということでございます。大会を盛り上げていただきたいのはもちろんですが、地元選手の活躍を祈っております。また運営等にあたる役員の皆さん、そして地元の高校生の皆さんの立派な運営も期待をしているところでございます。それから4点目が地域の夏祭りということで、この夏の地域の祭りをそれぞれ記載しておりますが、氷川のだんだんよさこい祭りというのは7月23日、平田祭りと平田田の七夕線仮装行列というのが7月24日、滝のきらら祭りが7月31日、古陵のどんとこい祭りが8月6日と、それぞれの日程で開催されます。これもまたぜひ取材をしていただけたらと思っています。その他の行事予定については地産表でお配りをしておりますが、7月1日には出雲名古屋便の就航記念式典ということで、まあ、2便化の最初の便が飛び立つということで、出雲空港の2階の方でイベント記念式典を開催したいと思っております。それから、まあ、あと八雲風穴の風穴開きとか、
それぞれ先ほど紹介したイベントも含めてですね、それぞれ記載をしておりますので、ぜひ取材をしていただけたらと思います。それから7月31日には60回目の島根県の消防操法大会、そして前日は島根県消防大会で30、31とこの消防の大イベントが氷川西中学校の校庭で操法大会が開催されます。暑い中ですが、ぜひ取材をしていただけたらと思います。以上が今日の私の方からで、若干付け加えますと、昨日から期日前投票が始まりました。で、初日が出雲、今現在はこの1階とそれから平田支所と2か所でありますけれども、初日の来場者というか投票をおいでになった方は合計226名ということで、本庁の方が191、平田支所の方が35人ということでした。ちなみに年齢引き下げの対象者はゼロだったと聞いております。今日もですかね、雨の中ちょっとまだ出足は鈍いかなという気はしますが、前回の初日の数とほぼ同じです。私の方からは以上であります。何かさっきの4点プラスアルファについて質問があれば。なりませんか。ないようでしたらこれ以外の何か気をしたら、はい、どうぞ。期日前投票の話もありましたけど、出雲市さんは投票所をずっと合併後も含めて再建をしてきておられまして、坂が一つ住民の話し合いで残っている状況になってますけど、一定 の、 その込み線単位でっていうところ の、 一つの指針ですかね、そこにはある程度こう近づいてきたと思うんですけれども、要するに今後その投票率を上げていくとかいうことも考えられますでしょうし、高齢者の方の便宜という意味では浜田市さんが新しい取り組みも始めておられますけれども、そういった形で今の進めてきた認識と、これからの方向性みたいなところで人の考えがあればお伺いできるかと思います。そうですね、かつてに比べれば相当その数も減らしてはきておりますが、基本的にはこの全単位ということで、ただ地形的にどうしても無理なところが残っていると。でなかなかこれ以上ということが地元の皆さんとの話も含めてですね、厳しいかなという気はしておりますけれども、ただその投票所の数が減ることによって投票率がということについては、一概にその辺はですね、因果関係といいますか、立証しにくいところもありまして、特にその期日前投票がこれだけこう一般的になりますと、いろんな機会にですね、高齢者も皆さんも含めて、投票に行ける可能性というのはかつてに比べれば格段に上がっているだろうと思っております。で、いろんな方式、特にその浜田の移動式という話もあります。うちでもそういう話題もしたところですが、なかなかそこまではどうかなと。実際に狭い車両の中でですね、というところもあったり、それから現在の投票所の中で本当にこちらから出かけてという形がいいのかどうかということも含めてですね、これは検討課題だと思っておりますが、考え方としては一応
当初の方針に沿ってこれまで進めてまいりましたので、まあ、一定のところに近づいてきとるなという気はしております。まあ、これ以上さらにという話になるとなかなか課題も多いなという気はしております。他には、はい、原発の島根原発の1号機の話ですけれど、はいはい、今の段階で調査としては、まあ、今回の申請については了解するというのが基本的な考え方で、まあ、今日 の合同委員会の中でもお示しをし、顧問会議、安泰協、それから議会の皆さんの意見等々、まあ、今日の合同委員会の発言等も今まで、繰り返してきた中で、まあ、ほぼ、網羅されているんじゃないかと、市としての意見の中にですね、いう思いはしておりますので、まあ、議会最終日全協で、最終案をお示し回答しようという考えでございます。今了承するという方向でっていうのは、要するにその最終案との整合性だと、整合性といいますか、これはどうなんですか。いや、基本的にはその、まあ、今回の申請については了承すると。ただそれぞれ、電気事業者、まあ、中国電力、県、そして県を通じて国に対してのそれぞれの市としての思いというのは しっかりと、そういう要望事項と整理した上で知事に回答しようと思っています。回答は27日議会表明ご速やかにというか、そうですね、日付としては最終日の日付になるんじゃないかと思います。勉強終了の特に、まあ、その27日に、まあ、言われるということですけれど、特に現段階でその申請にあたって市として、まあ、市長として気になっておられるところとかはありますですか。まあ、いろんな場面で直接間接質問もしてきましたし、安全性の確保というところですね、それがやはり一番気になる。特に現在の使用済み燃料等の移送譲り渡しのところはですね、慎重にやらなければならないという気はしておりますが、まあ、30年にも及ぶ日の長い計画、都度場面場面でしっかりとチェックをしていくというのが、まあ、誠実にやっていただきたいというところですね。反対協の中でも市民の中から意見があったんですけど、要するにその核燃料を、使用済み燃料をその、まあ、6カ所に持っていくという、まあ、計画にはなっとるんですけれど、要するにそれは、まあ、文字がない、まあ、動かない以上プルサーマルを前提としてるのではないかということで、はい、まあ、島根原発のプルサーマル、まあ、島根原発だけじゃないという説明だったとは思うんですけれど、僕もちょっと気になるのは、そのプルサーマルっていうのは、まあ、一応地元の了解も含めてゴーサインが出ておるんだけど、今までの規定路線方針という意味ではもうすでにその基本的には了解された方式だと。ただその後 3.11 が起きて、要するにその、まあ、今安全審査の方はプルサーマルを含めたものだというふうに伺ってはおりますけれども、要するに改めてそのプルサーマルについて、出雲市、例えば出雲市さんとかではそのプルサーマルというものはもう安全審査を通れば新たにその自治体も含めたマシンなんていうんですかね、こう了解といいますか、そのものがこう改めて必要だっていうふうに思われますですか。
今までの経過からすればもうそれを前提にしたそのいろんなことがあった。ただ福島の事故以来というのは考え方が変わるかどうかという話になると、まあ、それは若干、まあ、それも含めてその審査の中ではですね、より慎重な厳しい審査が行われているという思いでありますので、まあ、その辺についてはまた今後 その状況と、まあ、まだまだこれからその今回 その廃炉もしくはそのいろんな設備の話とは少し別の次元でその2号機の再稼働云々というところにもつながってくるんじゃないかと。ただ、まあ、おっしゃるようにその燃料の処理ということについては、まあ、それが前提だというと、その辺も含めてですね、やはりまだまだいろんな議論が起きてはくるだろうと思いますけれども、現時点では、基本的に今までの流れの中で、了解された方式だろうと思っております。ただこれからの中でいろんな議論は、また再度始まる可能性もあるという気はしております。よろしいでしょうか。その他ご質問ございませんでしょうか。はい、それでは終わります。15分でした。